はい、ヒルビル補足、ワケありダイエットウォーク、マコネーです。今日はいつもより、昨日はね、ちょっと、慌てて出て、バタバタして、でーでー、は言いながら収録したので、今日はいつもより15分も早く部屋を飛び出してきました。今日ね、空っていうか、お月様はちょっと曇ってて、陰っててぼやーっとしてるかな。うん。そうなんだけど、まあ今日はいつもよりちょっと暖かい。でね、天気はこれから下り坂で、午前中、私帰る頃に雨が降りそうなんで、まあ傘はしっかり持って、そう、これからいつも通り40分歩いていきます。うん。でですね、まあ、冒頭なんですけど、スプーンで配信してるスプーン版。うん。まあ、スプーン版は、この後、お仕事行って、その仕事の前にちゃちゃっと配信設定しちゃってるんですけども、うん。まあね、スプーン版を上げてると、ちょっとね、お仕事に支障が出る時もあって、そう。これはちょっとやっぱ良くないなと思いつつ、まあね、スプーン版もさ、M キャスも、今日のアウトプットも、全部乗っければいいと思うんだけど、まあね、予約配信ができないから、そう、スプーンは昔予約配信できたんだよね。廃止されちゃったんだよね、確か。うん。で、予約配信ができないから、ついつい忘れちゃうのよ。そう。で、まあ、ジッパーかなんかで連携できればとも思ったんだけど、まあ、ジッパーとの連動も、まあ、無理でさ、スプーンと自動連動できる、まあ、サービスはなくてさ、となるともう、リアルタイムに上げるしかないわけよ。それはね、さすがにちょっと難儀なもんでありましてね。もしかしたらスプーンの配信を、そんな遠くない未来にやめちゃうかもしれない。そう。うん。まあ、アカウントだけ残しといて、まあ、その後また復活するかもしれないけど、そう、まあ、そんなわけで、まずは、ちょっと悲しいお知らせから。そう。うん。で、今日のテーマはというと、今日は考えてきましたよ。事前に下調べもしてきた。ね。そう。私はさ、テレビ全然見ないから、テレビもネットニュースもほとんど見ないから、私が自分で知りたいと思った情報で、キャッチしたものの中から選ぶニュースを選んで見てるからさ、まあ、意外と、世の中の今がよくわかんない時あるの。で、まあ、最近ね、よく、私のキャッチャーにさ、私のミットにドドーンとさ、来る言葉の中に、どうやら日本でも昆虫食が、話題になってるらしいという、ニュースがポンポンって入ってくるわけよ。でもさ、マジ本当に、本当かよっていう気持ちもあって、まあね、先ほどって言っても、まあ、1時間も経たないぐらい前だけど、チャット AI にしつこく聞きまくった。本当なのって。でもチャット AI ってさ、最新の情報に疎いじゃん。そう。うん。最新情報に疎いけど、最新の情報を調べておしろと言うと、調べてくるんだよ。だから、まあ、最新の情報を調べさせて、まあ、聞いてみたところ、本当に日本中で昆虫食、日本中っていうか、まあ、話題として昆虫食が、脚光というか、脚光を浴びてるとまではいかないけど、まあ話題に、メディアの話題に乗るぐらいにはなってるっていうことを知った。うん。でね、まあ私もさ、そんな、しょっちゅうっていうか、まああれこれ食べたわけじゃないけど、そう、まあ私はさ、まあ東南アジアに、行く機会が多かったからね、今までね。だから、観光もあるし、お仕事もあるけど、東南アジア行って、蒸し料理があると、屋台ともどこでもね、よく食べてるよ。私は変わったものを食べるの大好きだから。うん。そう。だから、蒸し料理に何の抵抗もないけど、生きてるものをね、生で食べれるかって言ったら、どうかな。生でそのままって言ったら、まだ、ね、私生の、蒸し料理は、虫はね、まだ食べたことないんだよね。何度かお話ししてるけど、だって動くものが嫌いなんだもん。虫もヘビもね、動くのがあまり好きじゃないの。だから、できれば、そう、料理してあるのは全然平気なのよ。うん。そう、料理してあれば全然平気なんだけど、もう虫でもヘビでもね、カエルでも何でもさ、料理してあれば食べてたんだけど、いやー、生のね、虫さんはちょっとね、今のところ抵抗ある。そう。うん。蜂の子とかさ、ねえ、ミルワームとかさ、生で食べてる動画とかあるじゃん？あれくらいだったらいけるんじゃないかなと思うけど、一緒にいる人が隣で食べてるの見たら、じゃあ私も試してみるって言うかもしれない。だって、そう、シラウオの踊り食いとか、全然平気だもん。うん。そう。生きてる死んでる関係なくて、ぐにゅぐにゅって虫さんを生でかじるってのがちょっと勇気はいるぐらいなもんで、そう。慣れてしまえば多分どうってことないだろうね。私だったら慣れてしまうとさ、もう見っけたもん片っ端から味見してみるっていうタイプだからさ、そう。それでね、うん、今日はどんな話しようかと思ってるかというと、最近ね、私ほら歩いてる時にさ、写真でも、YouTube でご覧の方はね、写真でどんなところ歩いてるかなっていうのを見ることあると思うんですが、土手を歩いて職場に行くわけよ。それが片道40分なんだけど、土手に行くと、今時期ね、いろんなさ、新芽の草花がね、生えてくるわけよ。でね、長岡市の方針なのかな、除草剤とかまかないわけね。基本的に土手には、そう、だからね、ほっとくとボーボーになって、で、大きいお祭りとかの時に、全部、大型のね、ラジコンのさ、大型ラジコンのさ、戦車みたいな草刈り機で、綺麗に刈っちゃうわけよね。そう、うん。その草刈りが行われるまで、多分まだまだ何ヶ月もあると思うから、その間に結構いい感じのボーボーになるんだけど、そこには、よもぎもいっぱいあるの。よもぎ草。よもぎっていうと、よもぎ餅とか、あると思うんだけど、よもぎって、すごいなかなかね、アンチエイジングから始まって、健康効果がすごいわけよ。うん。で、よく調べてみると、私はね、よく見る草だけでも、いろんな健康効果がある、草がね、土手にいっぱい生えてるわけよ。そう、それは取ってきて食べなきゃと思ったわけ。前からね、私はそこら辺に生えてるさ、草とかさ、もいできて、天ぷらにして食べたりとかあるんだけど、野草ってさ、それなりにしっかりした癖がないと、癖があるね、味じゃないと、天ぷらにしちゃうと、みんなね、サクサクって、言われてみればそんな感じかな、みたいな感じになっちゃうわけよ。だから、よもぎぐらいしっかりした味付けが、味の香りのしてるもんじゃないと、天ぷらにすると、何でも同じプラみたいな感じの、そう、そんな感じになっちゃうの。うん。だからね、私はさ、よもぎの新芽の天ぷらとか、すごい大好きなんだけど、大好きでもさ、カロリーなんて私全然気にしないでさ、GH が低い食材だけを選んで食べてるから、そんなね、ダイエット中だから天ぷら絶対無理とは言わないけど、多くても2週間に1回ぐらいだ。1週間に1回はちょっと行き過ぎかなーなんてもう思ってるわけ。うん。まあ、それで、ヨモギとかいろんな野草を他の方法で食べれないかなって探したわけ。そうするとさ、お茶がいいらしい。お茶が。そう、お茶の作り方をさ、調べると、煎じて飲むって書いてあるの。で、煎じてってさ、私の中ではさ、煎茶みたいに、そう、蒸して、ゴニョゴニョさせて、ゴニョゴニョして、発酵させて、で、発酵させてお湯を通して飲むみたいな感じでさ、それはちょっと大変だなぁなんて思ってたんだけど、うん。そう。それだけほうじ茶のイメージもあったな。乾燥させて、火で炙って、で、香ばしくして飲むみたいな。いや、それもちょっと面倒だなぁなんて思ってた時に、ほうじ茶、ほうじじゃなくて、煎じるを検索したらさ、まあ、調べたら、なんてことない。よく洗って、お湯の中に入れて、5分煮出して、それを取って飲めばいいみたいな。そんな簡単だったら今日からできるじゃんって感じで、今日は帰り、ヨモギをちょっと取っていこうと思います。うん、それにね、オリーブオイルと、サラダでも美味しいって言ってたな。そう。で、そんなにさ、健康効果が高いさ、野菜だよ、野菜がさ、そこら辺にいっぱい生えてると思ったらラッキーやん。そうなんで、私は、スーパーに行って野草を買う機会がこれから減るかもしれない。ただ、ヨモギとかもそうなんだけど、なんか健康効果ばっかりじゃなくて、マイナス効果もあるものもいっぱいあるので、まあね、適量って言っても、適量もわかんないけど、食べ過ぎは注意だと思うな。うん。まあ、食べ過ぎてお腹壊したら、まあ、お腹壊したら、まあ、腸が活発になったと、そういうことで、まあいいかなと思ってて、まあ、やってみないことにはどうにもならない。うん。まあ、それで、今日は、そうとか、そう、虫とか、まあ、スーパーに行かなくても手に入る。そういったものを、なんかね、テーマにお話してみたいな、なんて思ってます。まあ、そんなわけで始まって、もう半分ぐらい経ってるんですけど。まあ、言いたいことは言っちゃった。こっからどうやって広げるか。私の腕の見せ所ね。まあそんなわけでね、広い食いって言ったらなんだけど、まあ YouTube にも野草とか、まあ、ジビエとかを専門に扱ってるチャンネルって、まあ今結構ありますよね。うん。そう。それで、まあね、ぶっちゃけさ、食べれるかどうかが心配なわけ、私にとっては。そう。だからまあ、草とか葉っぱも草もそうだけどさ、なんかあれじゃんそう。この葉っぱは何って調べるのさ、大変じゃん。そう。まあね、写真撮って Google 画像検索をかければ、まあ、ある程度ね、出てくると思うんだけど、まあね、そこら辺ね、私はチャット AI に期待してんだよな。そう。写真をパッと貼り付けたら、これは何ですみたいなことを言ってくれると、まあ、すっごい助かるんだけど、まあ、まだまだ、なかなかそこは、まだまだ、みたいな。そう。まあ、最近ようやく、そう、例えば Amazon フォトとか、Google フォトの、AI の顔認証が、まあちょっと斜めってる写真でもしっかり選んでくれるなと思うようになったぐらいで、だからね、画像の認証はまだまだ難しいよね。そう、それだけに草の写真を撮ってこれ何っていう風に出てきたらいいなぁ。まあそれにして、まあ、1年も待てば、それくらいのことはできるようになるんだと思うんだけど、うん。まあ、それで、まあ、野草を、いろんな野草を、写真撮って、まあ、そう、食べれるかどうか検索し、で、いろんな料理の仕方で食べてみると。まあね、誰だったかな？慎吾くんかな？スマップの。マヨラーが流行った時に、何でもかんでもマヨネーズつけて食べちゃうっていうのを、慎吾くんだった気がするんだけど違うかもしれない。まあね、私ももちろんマヨネーズはさ、まあね、日本のマヨネーズに限るんだけど、そう。日本のマヨネーズは、黄身だけで作られてるからさ、濃厚なのよ。海外のマヨネーズで白身も入ってるから、ちょっとね、もさっとした感じなのね。まあ、好みだと思うけど、私は、まあ、日本のマヨネーズ大好き。好きだけど、まあね、まあ、酢はいいでしょ。黄身もいいでしょ。そう、でもね、サラダ油があんだけ入ってると思うと、ちょっとね、マヨラーってわけにはいかないよね。そう、まあ、でもまあ、さっと洗って、さっとマヨネーズつけて食べたら美味しいだろうなと思うんだけど、まあ、マヨネーズつければさ、大半もマヨネーズの味だからさ、うん、天ぷらと一緒だよ。そうしたらまあ、野草の味って言ったら、まあ、微妙だけどね。でもさ、野草とさ、普通に栽培されてるものの違いってさ、食べてみるとさ、もう一目瞭然で、売ってるものはね、そんなに癖がないわけよ。味はしっかりしてるけど、そんなに苦かったり、酸っぱかったり、渋かったりとかしないわけ。そういう、口に残るような嫌な味は、嫌なものは排除されてて、美味しいところだけをしっかり残してるっていう感じなんだよね。多分、品質改良の結果だと思うんだけどさ、そう。でも野草はね、そう、渋いのもあるし、苦いのもあるし、酸っぱいのもあるし、そう、なんか味がはっきりしてるものが多いよね。そう、だからまあ、調理の仕方によっては、まあ、ものすごい残念なものがあって、そう、まあね、私はね、過去にさ、やっぱ、いろんな野草のサラダにハマったことがあるんだけど、サラダはね、かなりの高額で残念な思いすることが多い。うん。まあだから、今回も、まあ、よくとおひたし、そうね、いろんな野草のさ、食べ方を検索すると、まあ、おひたしってもう定番なのよ。そう。まあ、おひたしはね、まあ、サクッと火入れて、で、まあね、麺つゆかなんかでちょっと食べるだけでも全然ね、違うから、まあいろんなおひたしを試してみようと思うんだけど、うん。じゃあ、虫料理はどうなのって言われたらさ、まあ、そもそも虫をさ、触れないからさ、妻が捕まえることできないから、で、虫料理もそうだけど、虫料理はさ、素揚げが定番じゃん。そう、素揚げが定番なのよ。そう、素揚げして熱を通してしまえば、まあ大抵の虫さんも食べれちゃうっていうのが、まあ通説っちゃ通説でまあ実際そうなんだけど、まあね、捕まえてきて、油の中にポイするまでが、私にとってはすっごい敷居が高くてさ。そう、だから、そういう人が身近にいないかなと思って、まあそれもね、さっきね、チャット AI でさ、検索してみたの、長岡でさ、そういうことを、積極的にやってる人いませんかって検索してみたんだけど、もちろんね、関東圏とかさ、大都会ではいっぱいそういう方いらっしゃるみたいなんだけど、まあ、長岡には今んとこいないらしくてさ、そう、まあ、都会とか都心の方だと、虫料理を出すレストランとか、虫食材を売ってる、ペーパーとかも、まあちょっとね、増えてきてるっていうのは出てたんだけど、まあどちらも、人間も、スーパーも、レストランも、新潟県の長岡市にはまだなかった。うん。まあね、まあ、あれば行くな。ただ、新潟県の長岡市は、あんまりね、奇抜すぎるものって、受け入れられないんだよ。そう、市民性なんだと思うんだよな。そう、まあ、一時あるんだよ。一時あるのよ。そう、できるはできるの。できるけど、長続きしないで撤退とかやめちゃうパターンが、まあ、多いね。そう、だから、ブームになったものが、パッとできても、ああ、できたんだ。今度行ってみようって言って、ああ、あれ、なくなったんだ。結局一回も行かなかったな、みたいなパターンが大体多い。だから、新しいものを見つけたら、早く行かないとなくなるみたいな。まあ、どこでもそうだと思う。新陳代謝が早いっちゃ早いんだけど、まあ、どこでもそうかもしんないけど、特にね、長岡はね、まあ、新潟県第2の町だしね、割合と東京から近いから、そう、まあ、いろんなもの入ってくるけど、なくなるのも早い。そんでね、そうね。まあ、一時さ、私の第2、第3のふるさとのさ、ネパール料理屋さんもあったんだけど、まあ、ネパール料理屋さんもね、瞬殺のごとくなくなったね。それは、ネパール人の旦那さんと、ネパール人の旦那さんと結婚した日本人の奥さんがやってたんだけど、そう、まあね、ネパールで食べる料理の値段の安さを知ってるだけに、ボリュームと値段の安さを知ってるだけに、いや、これは日本で作ったネパール風料理だよね、みたいな感じで、これネパール料理じゃないやん、みたいな感じだったんだよ。だから私は1回しか行かなかったけど、まあね、今さ、インドの人がやってるさ、インドカレー屋さんが多いじゃん。うん。で、長岡も、いくつかあるんだけど、その中で一番さ、大きいお店のオーナーは、ネパールの人なんだよね。そう。だからまあ、店内に行くとネパールの国旗とか買ってあるし、ネパールのね、ラム酒が売ってたりとか、アップルブランデーが売ってたりとか、するんだけど、まあそれとか飲むと、うわ、懐かしい味だわとか思いながら飲んじゃうの。うん。で、頼むと、お母さんのカレーっていう、オーナーのね、お母さんの味を再現したカレーが出してくれるんだけど、それはね、どことなく、ネパールの味なんだよ。インドのカレーの味とは違って、どことなくネパールの香りがするんだよね。そう、ネパールもさ、上に中国、下にさ、上に中国、下にインドだからさ、まあ、インドの近くの方の人は、やっぱカレー結構作るんだよね。そう。私がさ、ネパールに住んでた時にお世話してくれたさ、ミナって友達がいるんだけど、ミナはさ、私と同い年だったかな。そう。ミナは、インドの方近くのルンビニ出身の子でさ、ルンビニ出身だからやっぱね、頻繁にカレー食べるんだって。だからね、ミナの作ってくれたカレーがやっぱすっごい、私の人生の中でミナが作ったカレーほど美味しいカレーはないってぐらい、すっごい美味しかった。うん。そう。で、まあね、いろいろ作り方を、もう、教えてもらったんだけどさ、なんかね、同じ材料がなかなか手に入らなくて、今はもうそのレシピもどこにいたかわかんなくなっちゃって、作れないんだけどさ、そう、あ、そうだ、私の Facebook に、みんなの友達がいいねをしてくれてたから、まあ、彼女に聞けば、わかるな。そう、忘れらんないんだよね、みんなの作ったカレーが。そう、サトルに聞いてみようかな。うん。そうだね。今だったらさ、まあ、いろんな香辛料、まあネットでも手に入るから、みんなのカレーを再現することできると思うんだよな。うん。そう。まあそれで、まあネパールのお店も瞬殺でなくなっちゃって、まあね。そう。だからさ、今蒸し料理のお店ができても、多分長続きはしないだろうな。結構もう本当、そう。でも長岡市もね、郊外の方に行くと、結構ね、近年まで飯食べてた文化はあるし、ほら、街中はね、街中は別として、ちょっとね、まあ私が今歩いてる土手のあたりなんか、50年ぐらい前まではまだ長岡市にもなってなかったところだからさ、そう、そういうところでは、本当湿地帯が多くて、そう、そこでね、虫とかお魚料理とか、いっぱいいろんな文化があるみたいだから、そう、まあ、80、90ぐらいのおっちゃんおばちゃんたちは、昔、イナゴ食べたよとかさ、イナゴ料理、イナゴ捕まえた頃は作ってやるよとか言うんだけど、まあね、今時ね、イナゴがいないのよ。イナゴがもう駆逐されちゃっていないのよ。うん。ほんとね、田んぼでイナゴ取りしても、まあまあ捕まらない。てか、いない。そう。まあ、だからね、ガチ虫料理を、街にいる虫を探すってなったら、ちょっと、なんだね。そう。で、まあ、新潟県はさ、お料理屋さんでもない限り、まあ、街中でもない限り、ゴキちゃんもあんまりいないのよ。そう。まあ、街中に住んでるとさ、私の住んでるね、9階だけのアパートあって、あと、ゴキブリホイホイじゃなくて、ゴキブリ大さんみたいな、そう、放散大根みたいなさ、黒いのあるじゃん。おわ、でっかいカラスが目の前に飛んでいった。そう、あれを年一回ね、置き換えとかないと、ゴキちゃんがさ、ニョロ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 って出てくるんだけど、私はほんとゴキちゃんと顔合わせの嫌いだからさ、まあ普通の家だったらね、1箇所2箇所でいいんだろうけど、普通のさ、私のぐらいの規模だったら1箇所2箇所置いとけばいいんだろうけど、私はもう隅々に全部置いてあるからさ、そう、まあ、よろっと交換してまだね、今年も。そう。まあ、それを置いとく限り、ゴキちゃんは登場しないのよ。そう。うん。まあでもね、多分、お料理の仕方によってはゴキちゃんもさ、食べれると思うし、そう、まあまあ、お料理の仕方によっては美味しいと思うんだよ。でまあ、食用のゴキちゃんもいるわけだしさ、そう、私が部屋で見るでっかいゴキちゃんが、まあ食用になる方はちょっとそれは無理でしょうとか思うけど、うん、まあ食用のゴキちゃんもさ、いるわけだから、まあ、ゴキちゃんも食べれると思うんだよね。そう、まあそう思うとさ、ああ、虫より興味あるな。食べたいな。やっぱ身近に虫料理に傾倒してる人がいないとなんか、ほら、よく YouTuber でさ、若い子とかでさ、セミを食べてみたみたいな動画あるのよ。まあ、興味だけ見ないかもしれないけど、そう、まあ、食べてみたっていうのはちょっと無理だな。そう、だから料理してあるのを食べたい。そう、うん。そうね、身近にやっぱ虫料理に精通してる人いないかな。もういそうだけどな。まあ虫料理のイベントとか自分でやって、先生呼べばいいんだけどさ。そう。ずっと SNS ランチしてた私にさ、まあ、イベントやったからって集客できる力があるとは思えないんだよね。うん。どうだろう。まあ、イベントすること自体はさ、まあ、2、3ヶ月もあれば準備できるだろうし、そう、うん。どうかな。助成金引っ張ってきてやってみる？そう、虫料理、まあ、タイムリーだから、まあ、虫料理ってことで、まあ、助成金10万ぐらいはさ、長岡市から引きんだけれると思うんだけど、いやいや出してもらえると思うんだけど、まあ、10万もあれば、まあ、食材分、先生の、交通費と宿泊費ぐらいは出ると思うんだよね。楽々出るから、まあ、そうすれば、やれるけど、まあ、そういうの詳しいのはね、詳しい知り合いがいるので、まあ、彼に聞いてみようかな。うん。まあ、もともと私の方が詳しかったけど、今は彼の方が全然詳しい。そう。そう。で、私が、やってた Facebook の長岡市グループって、今6000人ぐらいのメンバーがいるんだけど、そう。Facebook の長岡市グループは、彼が、引き継いで、管理人、複数人体制にして、今も継続してるのね。まあ、長岡市の Facebook グループっていうのは、もうね、いくつも派生したさ、別の地域グループがあるのよ。長岡市以外に。うん。そう、長岡市のグループをモデルにして作ったのがいくつかあるんだけど、そう、その元になったのは Facebook の長岡市グループで、東日本大震災が起こった時に、東日本大震災の、現地、に何か物資を送りたいって人とか、東日本大震災の情報を知りたいって人向けの、グループとして作ったの。うん。作ったんだけど、まあ、東日本大震災が、まあ、3ヶ月も経つとさ、まあ、大体さ、まあ、ネパールの地震もそう、ネパールじゃなくて、トルコの地震もそうだけど、まあ、大体ね、メディアにはさ、情報乗らなくなってくるじゃん。で、情報乗らなくなってきた頃に、まあ、Facebook の長岡市グループを、その東日本大震災、バックアップなんとかどうのこのグループっていう名前だったのを、Facebook 長岡、長岡市 Facebook グループ、Facebook 長岡市グループだ、に変更したんだよね。うん。まあ、そっから十何年運営続いてるからね。そう。まあ、私は、去年、だったかな。去年、1年半ぐらい前に、もう管理人を引退して、他の人に引き継いでもらって、私はね、ほんとムラがあるからさ、ムラっ気あるから、もうムラムラだらけで、そう、うまくいかなかったところを修正してもらったっていうのが、まあ、現状なの。うん。そう。で、まあ、私が当たった時も、5000人ぐらいいたんだけど、今6000人まで膨れ上がって、そう、安定運営してるよね。そう、あれ切れちゃった。そう。うん。まあだからこれからも安定運営していけると思うんだけども、まあ1日ね、だいたい6、7通ぐらい投稿されてるかな。で、私は今管理権限がないから、どれくらいアクセスをしてるかわかんないけども、そう、アクセスオーディエンス数も、まあそこそこ良くて、下手すると、長岡第2位、第3位ぐらいの、情報メディアかもしれない。そう。だからまあね、長岡市グループに集まってる人の中には、もしかして蒸し料理とか、そういうのにすごい詳しい人が、まあいるかもしれないよね。そう。そんなわけで今日の、Facebook じゃなくて YouTube 用の撮影ポイントに来たから、ちょっと中断。まあその Facebook 長岡市グループも、まあなかなかのオーディエンスがあるから、まあ地域の、まあしっかりしたメディアに発展したんだなと思うと、私がやっぱ嬉しいよね。そう。でまあそれで、それをしっかり引き継いでくれる人がいてっていうのはなおさら嬉しい。うん。まあ私がYouTube で配信してる、T-Joy の、今週の、映画情報は、その Facebook 長岡市グループに投稿することを前提に作ってるの。うん。だからまあね、YouTube でさ、まあそこそこアクセス数あるんだけど、まあ、YouTube で、地域のね、T-Joy のさ、映画情報を流してもね、なかなかね、そう、それを求めてる人ってほんとニッチだと思うからさ。うん。まあニッチでもいいけどね。ニッチだから面白いのかもしれないし。まあそんなわけで、今日もね、もう、職場の近くに着いてきたので、よろっと、お別れの時間が近づいてきました。今日はですね、そう、まあ野草を食べたい。そう、野草が食べたい。じゃないや。蒸し料理が本当に流行ってるのかっていうことを、からスタートして、野草が食べたい。そう、今日野草取って帰るぞ、みたいな。そんなお話になり、で、まあ、といった人を、そういうのを詳しい人を探してるんだって話から、Facebook の長岡市グループっていうものがあって、まあ、それはこういう風にしてるんだよ、みたいな風なお話に繋がっていきました。まあ、そんなわけで、今日も明日も明後日も、そう、違うな、明日が最終日だ。明日が今週最終日ですね。まあ、そんなわけで、明日は明日で、またどんな話題を話するかはまだ何も決まってませんが、また楽しく、3、40分話しながら出勤したいと思います。今日はこれにて終わりです。まこねでした。そう。まあね、スプーンを、やめるかどうかはまだ決めてない。でも、まあ今私がちょっとね、許容範囲いっぱいいっぱいでやってる中で、まあ、なんだろう。そう、毎日アップするのが、なんか苦痛だなとか思ってるのは、スプーンだけなの。うん、だからまあ、スプーンを、切っちゃってもいいかな、なんて思ってるのが、まあ正直なところで、っていうのは、スプーンに出てる他の、キャストとか、あんまね、聞く気にならないのね。そう。まあさ、人気のキャストどうのこうのとか、人気のライブなんとかっていうのさ、やっぱりトップページに出るんだけどさ、みんな、AI が書いたようなさ、アニメ画なのよ。そう。そこにさ、もう同じようなアニメ画ばっかりだよ。そこにさ、そこの違いに小さな個性しか感じなくて、なんかね、それがね、いっぱいの中にそれが一枚だけあればすごい個性だと思って興味があっちゃうけど、まあ、みんながそうだと、もう全然さ、からっきし興味がなくて、まあ、人のキャストを聞くこともないし、そう、だからって、まあ、私のね、キャストにさ、を毎日、私のさ、キャストを毎日見てくれる人が、まあ、見てる限りいるわけじゃないし、たまたま、目に触れて、たまたま再生してみましたっていう感じの人が多い気がするの。まあ、それだったら、まあ、私のね、心の負担になるほど、そう、エネルギーをかけなくてもいいかなって思ってる反面、まあ、他のやつはね、パソコンからじゃないとなかなか作業が進まないっていうのが正直なところで、まあ、YouTube にしても、他のポッドキャストにしても、まあ、そうなると、作業時間はやっぱ家にいる時間に限られるじゃん。そう。まあ、楽しいからいいけどさ、そう。普通になってきたら、まあ、それは辛いよね。そう。まあ、そういう意味じゃ、そんなに作業時間に縛られないポッドキャストをわざわざ切らなくてもとも思うわけよ。そう。まあそこのせめぎ合いの中でまだ悩んでて、そう。まあここまあ1週間、2週間ぐらい続けてるうちにまた気分が変わるかもしれないから、まあちょっと今は保留。とりあえず、今週、まああとまあ2週間ぐらいは、ポッドキャストスプーンの配信を続けて、まあ様子を見ようかな、なんて思ってます。そう。まあね、家からさ、投稿しても、もちろんスプーンもさ、パソコンから投稿できるんだけど、ね、どっちにしても予約投稿できないから、まあリアルタイム投稿でしょ？そう。そうするとさ、私がさ、他のポッドキャストを、翌日とかにしてるのは、やっぱコーディングの作業とかに時間取られるからなんだよね。そう。うん。だからまあ、コーディングの作業はまあ動画にしない限り必要ないにしても、まあ音声だけにしても、今はね、コーディングする前に動画作成の段階で音声入れてるから、そうすると、まあ手間は一緒そう。まあ、翌日になって帰ってからすぐアップするみたいな感じだったら、まあできないことはないけど、まあね、まあリアルタイムでしか投稿できないっていうのは、ほんとね、私にとってはちょっとね、渋いのよ。となると、まあ、時間的に、そういうリスクは全くなく、配信ができる、スプーンで配信できるのは、まあ、このね、訳ありだけっていうことになっちゃうわけよね。そう。で、実際は訳ありよりも M キャストの方が、視聴数は、スプーンの場合取れてたの。うん。何回かテスト配信しただけだけどね。そう。まあ、それに、収録してすぐに発信してるからさ、なんだっけ。スクショじゃなくて、サムネもさ、まあそんなにあれこれ交換することできないし、まあテーマに合わせてちょっと書き直したりもしたいけど、そう、まあ収録したその直後にね、上げてるからまあそういうわけにもいかないわけじゃん。まあそんなわけでね、まあ使い方が悪いわけよ。要するに、そう。使い方が悪いと同時に、私のスタイルと、まあリスナーの感覚はちょっとずれてるのかなって思ってる。まあ、そんなわけで、まあ、スプーンはもしかしたらそんな遠くない未来に、活動を休止ってことにするかもしれない。まあ、それはまあ、どちらになっても、YouTube のポッドキャストは、ずっと続けていきますので、心配しないでください。そんなわけで今日も M キャストじゃない、訳ありダイエットウォーキング、無事に職場に着いたので、ここで終わりにしたいと思います。また明日、今週最後の収録、楽しみにして待っててください。まこねえでした。バイバイ。またね。